おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ467です。今回ご紹介するのはですね、前回の最後の方にも言いましたけど、フィグマです。そちらをちょっとご紹介したいと思います。で、今回ご紹介するこのフィグマはですね、2016年の、2月の9日から14日にわたってですね、北海道の札幌ですね、にある札幌ファクトリーという建物があるんですけど、そちらの方で窓語り展ですね、そちらを、開催するということで、それにちなんだものって言いますか、そのフィグマをですね、全部で13回数えたら、はい、でご紹介していきたいと思います。はい、で今回ご紹介するのは、しばらくはですね、未開封ではなく開封済みのものをしばらくご紹介すると思います。ということで今回ご紹介する一発目はこちらです。はい、じゃん。はい、こちらフィグマの、金目窓かですね。はい、でこちらのやつはですね、まあお店でも買えるっちゃ買えたんですけど、これ普通に、単品ですね。今までみたいなこう普通のこう箱に入ってて売ってるんではなく、こちらゲームですね。 PSP かな、確か PSP のゲームの、初回デラックス版みたいなやつに、同梱されていたやつです。はい、その制服版のマドカですね。ということで今回から13回にわたってご紹介するのは、魔法少女マドカマギカの、フィグマを全部で13体かな、はい、をご紹介していく形になります。ということで、こちらについている付属品関係ですね、それをいつもの通りここに並べたいと思います。はい、一式並べたのがこの状態です。いつものベース、いつものアーム、ここに手首ホルダーですね。で表情パーツ、こう2つと、カバンですねが付属しております。で中央の白いやつ、これね、これがキューベイってやつです。でさらにここにあるパーツ、これはこの2つをまあ組み合わせてこれに使う形になるものです。それは後で取り付け方法はご紹介します。であと説明書がこんな感じで入ってます。まあ、パーツリストと先ほどのキューベですね、これの取り付け方、それがこちらの方に書いてあります。はい、ではですね、いつもの通りザザッと避けまして、まずこちらの方の可動範囲のところに行きたいと思います。まずぐるり回しますね。はい、で背中のここの穴、こちらの方にこれをまあ差し込んで使います。はい、でまず可動ですね。可動もそうなんですけど、一応こちらが笑顔パーツになっちゃうのかな。あとこの困り顔みたいな感じ、まあ、結構窓が劇中でこんな顔してたような記憶があります。窓間際はちなみに一周しか見たことがないです。はい、それ以外にこういう目閉じのこんな感じで、通常の表情パーツが、右目線しかないです。常にこっちですね、画面でいうと左側を常に見ている感じとなってます。はい、ではですね、可動範囲、まず左右は問題ないんですけど、首関節の部分の造形の関係で普通にひねるとこれが限界ですね。だちょっと抜き気味にしてあげるともっちゅう向くんですけどね。はい、で上下で、あとこのツインテの根元でここボールジョイントになってんで、ここでグリグリ動きます。ちなみにこのリボンごとだとこうやって曲げることも可能です。はい、まあ、ここ自体は独立してるんで、これ自体も動かすことはできます。はい、では次可動肩ですね。まあいつもと同じ作りなんで、ボディ側のボールジョイント、これでグリグリ動かせるのと、ここに関節が入ってるんで、これでこうやってロールさせることもできます。はい、で手首の部分が、旧式タイプなんで、この棒ですね、棒可動となってます。で、この時期からもうだいぶ腕の関節はこうちっちゃいやつですね、今でいう200番以降ですね。はい、200番以降のちっちゃいやつの関節になってますね。まだこの当時はそんなにここの部分が緩くないみたいなので、こう曲げるときに間違ってこれが横向いてて間違って折るということはなかなかないと思うんですけど、ここの
関節ですね、この可動に関してはやっぱり注意が必要ですね。はい、で左右、はい、同じ感じになりますね。で今度ボディの可動が多分このスカートの中にあるいつものこの関節の根元とボディ側、ここですね、ここで動かすことができます。なので制服のこのボディとかこの辺は若干の軟質パーツになってます。はい、ここで動かせるんですけど、ここの部分のやっぱ軟質パーツがやっぱり結構固めっちゃ固めなので、こう曲げっぱなしにすることはちょっと辛いかな。こう、こういう感じです。ここの弾力で戻っちゃう感じですね。で、腰の部分がここで可動だ。だからスカートの中とここでも動く感じなのかな。はい。で、スカート自体は側面ですね。ここに両サイドスリットが入っていますんで、足がこんな感じ。で、あと前後。はい、こんなに動きますね。まあ、そんなに動かすキャラクターじゃないんですけどね。で、足がここまで曲がって、足首のジョイント。これは従来と同じものが使用されております。はい。で、今動かした感じとして、多分なんですけど、うん。ここだね。ここのスカートの中のやつ、動かしすぎると、この足の関節ですね。この足の関節が、このパンツの上の部分、これに微妙に噛んでるっぽい感じがたまにあるんですよね。なので、足をグッと、こうやってやったり、こうやって動かしたときに、もしかしたら噛んでる可能性があるんで、違和感あったら、ちょっと中見てみて、こう中を見て、ああ、大丈夫だねと。これを長期間放置しちゃうと、中の方で変な癖ついて、癖ついちゃって、動き悪くなったり、最悪そこの部分から、切れたり裂けたりする可能性があるので、まあ、この辺は動かすときには若干の注意が必要という感じですね。はい。ではですね、今度はこのアームをつけていきます。まず背中の穴、こちらの方にこう差し込みます。で、これは、穴自体が、背中のこの穴ですね。この穴そんなに深くないんで、これ自体が全部ブスッと入ることはないです。だからこれぐらい若干、すいちゃう感じになるのかなと思います。はい。そして、ベースの方に、取り付けて、あと可動、関節の方の調整を行うと。はい、こんな感じで立たせることができますね。はい、じゃあこんな感じです。で、あと付属品としてこれカバンですね。このカバンは肩にかけてるよりもなんか手持ちだったような記憶があったりなかったりするんで、まあ一応手持ちなのかなと。で、ちなみに手首はもともと多分平手が入ってついてるはずですね。この2つで、もともとこのグーはこっちにセットされてるんじゃないかなと思います。で、交換方法は先ほどの通り引っこ抜いてこちらを差し込むだけですね。で、こことここにセットされてるこの丸穴のやつですね、これとこれだね、この2つ、これを使ってこのカバンのこの持ちの部分にグッと引っ掛けて持たせてあげる、そんな感じですね、保持のさせ方は。はい。で、あと表情パーツですね、表情パーツの交換、前髪を外して今ついてる顔、今ついてる表情パーツを外します。そして別な表情パーツをつけて前髪を戻すと。はい、これで表情パーツの交換完了です。まあ、あともう一個の表情も同じ感じで変えますね。で、一応本体としてはこれで終了ですね。特に武器とかそういうわけではなく、組み替えのパーツが、まあ、あるとしたらこれぐらいで、これもアップでやりますけどぐらいしかないので、大体はこれで、メインの説明は終わりかなって感じですね。はい、次はですねこちらです。こちらのキューベイの取り付け、これをいきたいと思います。まずこれを取り付ける前にこれをつけなきゃいけないんですね。で、これをつけるためっていうか、これがですね、今のこのパーツは今ついてるここの肩の部分からピンがあるかないかってこの違いだけです。で、これに取り替えるときにはまず一旦腕をここから抜きます。こうやって抜きます。
そして肩のこれを外して、このピン付けのやつをここに入れますと。そして腕を再度ここにセッティングします。はい、セッティングしたのがこの状態ですね。ピン付いてますね。で、このピンにこのキューベイのお腹にあるこの穴ですね、これをここに、まあ、差し込んであげるよと、こういう形状ですね。はい。で、その際ちょっとこのテール部分が後ろに行くようにちょっと調整してあげると、はい、こんな感じでつけてあげることができると。で、説明書の方でも同じやり方ですね。はい、抜いて取っ替えて取り付けるという感じです。で、基本的にこっちにキューベが乗ってる時はほとんどこっちの腕は封印されてる感じかな。若干動かせるけど、これつけたまま真上に上げたりとか、こういう感じで上げたりとかは基本的にはしないという感じですね。はい、一応これで基本的に全ての取り付けとか稼働関係は、ご説明終了となります。はい、一応そんな感じですね。ではですね、こちらを下げまして、いつものこのコーナー行きましょう。はい、本日のカードこちら、パンチホッパーですね。仮面ライドパンチホッパー。はい、こんな感じでした。ではこちら一旦戻しまして、一応これでですね、フィグマの要マドカ、まあ、制服バージョン、こちらの方をご紹介終了したいと思います。次回からも同じくこのフィグマの窓をまぎシリーズですね、をご紹介していきます。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。